よーい、スタート。監督の太田です。久々に、この発表来てみました。見えますかね。後ろを見てもらうと、よくわかりますが。言いますのも、まあ、ここしばらくというか、もう1年以上、もう病気で、もう寝込んで、もう3回入院して、3回手術してみたいなことで、で、まあ、今、回復期間なんですけど、なかなかね、あれなんですよ、令和新選組情報っていうかね、の話っていう機会がなくて、っていうのもね、以前は、そういう令和新選組の凱旋とかあったら、もう必ずね、こう、ビデオカメラを持って、で、撮影に行ったんですよ。その凱旋を全部撮影して。で、それを、編集してタイトル入れてね。それで、この YouTube で配信する。っていうのが、そもそも僕がこの YouTube 番組を始めた、きっかけだったんですよ。で、こんな、用意スタートとか言って、こういう喋ったりっていうことはしてなかったんですよ。で、言いますのも、知ってる方は知ってるけど、結構知らない人も増えてきたから、と思うんですけど、もともと、僕は映画監督という仕事をしてまして、で、撮った映画にこの朝日の当たる家という映画があるんですよ。で、もう10年前になるんですけど、で、これに出てもらったのが、山本太郎さんだったんですよね。で、いうのも、これ、原発の事故の悲劇を描いた映画なんで、どうしても当時まだ、令和新選組は議員にもなる前の俳優をやってた山本太郎さんが原発反対の、運動をしていたので、で出てほしいなっていう、やっぱ思いありますからね。で、僕もこれ当時原発のことを調べ、原発事故ね、ことを調べて、でこれはいかんぜよと思って、それでこの映画を作ったんですよ。で、当然原発問題ってややこしくて、大きいのすごい、もうなんていうの、金のなる木なんですね、原発って。だからいろんな企業大手が関わっていて、やっぱりメジャーの、映画会社、あるいはテレビ局とかっていうのは、それをもともと正面して批判することができなかったんですよね。むしろ未来の、エネルギーみたいに言っていて、その危ないこととか危険なこととか一切言わずに、マスコミも、そういうふうなテレビも、新聞も言えなかった。それが事故が起こったことで問題点が言えるようになってきたんですけれども、それでもね、やっぱりそれを劇映画でどれだけ原発が危険か、どれだけ被害が今回多かったかっていうことを伝える作品っていうのね、やっぱり出資しようという映画会社もテレビ局も、企業もなかったんですよ。だからこの映画は本当にあれだったんですよね、本当市民の寄付で作った映画で、でないと原発の危険性を伝える映画なんて、やっぱりね、こうそういう企業は一切やっぱり、出資しない、応援しないというふうな状況だって。でその時にやっぱりそういう同じ思いっていうか、そのことをやっぱり危険を感じて何とかしなきゃと思っている俳優さんに出てもらったら、きっと映画も輝くに違いないと思って、した時に当時そういうアクション、個人的に活動していた山本太郎さん、もう当時有名でしたし僕も知ってたので、でお願いしたわけなんです。で、まあその話とかも以前だいぶ昔にしましたけれども、で、結局太郎さんはこの映画に、出てくれた後に、選挙に出て、議員になり、その後、令和新選組の、結成して、今の、山本太郎になっていくわけですよね。やっぱりその頑張ってこう政治の世界に入って、そういう勢力を拡大して令和新選組をで頑張ってる太郎さんをやっぱり今も応援したくて、街頭演説やるときはカメラを持って行って撮って配信してたんです。
ところがですね、病気をしましても去年にも脳梗塞で、一時期目もよく見えなくて、で心臓機能今低下してるので、でおまけに今夏でこうめっちゃ今年の夏の暑いですよね。でとてもね、そういうお話し会とかね、太郎さんやってますよね、っていうのがあったりした時に、本当撮影に行ってそれを配信することで、より多くの人に、だってテレビ新聞はそういう令和新選組の活動を本当伝えないですからね、もう本当完全無視して、なるべく多くの人に知られないように片棒担いでるのが今のマスコミですから、でそれを伝えたいと思ってするんで、だからその意味で、そういう僕は太郎さんの話を以前たくさんしたんですけれども、でそういうのを見てくれる人たちがたくさんいて、でこの間もね、またね、山本太郎さんの話してくださいとかっていうコメントもいただいたんだけれども、まあなんせね、ちょっと今本当病気で、動けないし、凱旋に行って、どうこうっていう風なことはできないし、で凱旋行って僕太郎さんに「あ、太郎さん久しぶり」とかって絶対声かけないようにしてるんですよ。でも僕はもう一緒に映画作ってよく知ってるし、彼がもう本当に熱い思い持ってるのを知ってるから、そこでなんだかんだ話したり、言う必要ないと思うんです。それよりもこれまで知らなかったなんかタレント議員だと思ってるような人たちが、太郎さんと話したり、一緒に写真撮ってもらったりすることで、あ、山本太郎ってすげえな、こんなこの人マジやんけと思って、証言しなきゃと思ってもらうことの方が大切なんで、僕はなるべく声かけないようにしてるんですけれども、で何の話をしたんだっけ、そんな風に凱旋に行くことで、でもいろいろ会場の様子とかね、太郎さんの発言とか、他の候補者の人のとかの話とかも紹介できるんですけど、本当ね、外出れないんでと思って、そういういろんなリクエストもらって、10年前の立候補した時の僕が撮った映像があるので、それをねちょっと久々に、この後に、紹介します。でその後に、僕のその映画出てくれたこの朝日のアトリエの、予告編がありますので、太郎さんの凱旋に続いてそれも、ご紹介します。っていうね、もう ここまでは前置きで、まあ、今回はそのね懐かしい、動画を見てもらうっていう、趣向なので、そちらをご覧いただければと思います。では、新宿東口付近交通工事の皆さん、こんにちは。参議院東京選挙区から立候補しております山本太郎と申します。あまりにも単純な名前でごめんなさい。でも投票用紙にはすごく書きやすい名前ですよね。まあ僕は16歳の時から芸能界にいたんですけれども、2011年の原発震災があってから大きく人生が変わりました。今38歳なんですけれども、22年間この芸能界でずっと働いてたんですけれども、大きなやっぱり問題にぶち当たってしまった。自分の生き方が180度変わるような出来事だったんですよね。当然です、命の問題ですもんね。国はどういう反応をするのか、そしてその反応をどのように大手メディアが僕たちに伝えてくれるのか、それによってこの国の姿っていうのが分かるだろうと思ったんですよね。原発が爆発して国の偉い人が言ったこと、直ちに健康に影響はないですって腰抜けました。今すぐは大丈夫だけど、後々分かんないよってことを堂々と言ってるんですよね。直ちに影響はない、それもそのはず、すぐ影響があるぐらいのものだととんでもない光線量なんですよね。すぐに影響があるっていうのはそれぐらいのものじゃないとすぐに反応が出ない。でもこの放射性物質、直ちに影響はない、後々わかんないよっていうのは万発性の障害、少しずつ低い点線量でも被爆していけば後で障害が出る可能性があるってことなんですよ。国が言った直ちに健康に影響はないというのは僕たちに対して予告をくれているってことなんです。その言葉を聞いた時に背筋が凍りました。なるほど、そういう言い方するのかと。五重の壁で守ってるから原発安全ですよ、
放射性物質も危なくないよ、五重の壁で守ってるから。でもその五重の壁から漏れ出したものに対して国はそのようなことを言い出した。じゃあメディアはどういうふうに言うんだよ。科学的に安全でも危険でもどちらともはっきりということはできないという立場でどういうふうに伝えるんだ。メディアは言いました。大本営発表そのままのこと、メディアも国もフルなんだ、一つの利益なんだってことに気がついたんです。でも自分のやってた職業、芸能界ってことを考えてみると、それはそうなんですよね。15秒ごとにテレビからコマーシャルが流れる、ね、ビッグカメラもユニクロさんもテレビコマーシャル流してますよね。そういうスポンサーに対して芸能界では悪口言えないんです。スポンサーは神様、絶対的な存在。その人たちがいなくなるとテレビが回らなくなる。新聞もそう。新聞開けば広告が載っている。でも俺たちが買い支えてるじゃないか。新聞は違うんです。6割から7割が広告なんです。ということはスポンサーへの気遣いをされた上で、スポンサーの気遣いというフィルターを通って僕たちに事実が通ってくる。その核心の部分っていうのは僕たちは知ることができないっていうのが現実なんです。たとえ命に関わることでも。悔しいですね。もっとメディアは本当のこと言ってくれるか、少なくとも危険と安全両方セットにして僕たちに届けてくれるかと思ったんですけど、とんでもない。企業側に有利な情報しか流さない、当たり前です。企業は山ほどお金払ってるんですから。東京電力1社で260億円、1年間ですよ、宣伝広告費。電力10社で1000億円、そこに原発に関わっている三菱、東芝、日立、一体どれぐらいのお金落としてますかね、メディアに。そこにメガバンク、保険、建設業界、鉄鋼、もう広告宣伝費いくらになるかわからない。これは口止め料なんですよ。テレビでは常識なんです、これは。だったら皆さん、テレビからあなたにとって命に、あなたの命に関わる事実でも流れてくることはないんです。全て企業の宣伝なんです。番組までもが、ここからコマーシャルです。そこからコマーシャルが始まるわけでなく、その前の番組も、その前の番組も何かの宣伝に使われている。そんなテレビ新聞を信じていちゃこの先生き延びれないっていうところに来てるんです。事故があった、国はどんな対応を取りました。情報を隠すだけでしたよね。文部科学省、東電原発から飛び出した放射性物質31種類と言っています。31種類放射性物質、31種類以上が飛び出しているのに、実際に測っているのは何なんでしょう。セシウムと要素のみ。あれ、31種類以上なのに測っているのたったの2つだよ。東京はどこが安全でどこが危険か皆さんご存知ですか。分かるわけない、測ってないから。たった2種類をざっくり測っただけだから。安心して子育てそれでできますかね。どこが安全で危険か、 あそこの公園の砂場危ないからね、じゃあそこを閉鎖しようよとか、通学路いつものルートはちょっと土壌汚染あるみたいだから別のルートを通っていこうよとか、安全で健康に暮らすために最低限それはやってもらうべきだと思いませんか。でもそれはやられませんよ、政治家たち。それによって東京から人が外に出るの嫌なんですよ。自分たちの票が、皆さんのことが一票一票にしか見えてないんです。頭数にしか見えてない。それが今やられてる政治なんです。食べ物の安全の基準を見たら一目瞭然。事故があった、その後に食べ物に安全基準が生まれた。現在僕たちに与えられている安全基準は事故前と比べたら放射性廃棄物と一緒なんです。1キロあたり100ベクレル、1キロあたり100ベクレルは東電原発事故が起こる前は放射性廃棄物だったんですよ。原発の敷地内から出る低レベル放射性廃棄物、黄色いドラム缶に入れて厳重に管理しなきゃいけなかったもの、その基準が1キロあたり100ベクレルなんです。今国はそれを食べて安全と言っている。狂ってるじゃないですか、そんなの。どうして国会議員それ言わないんだよ。国会の中でどうして大問題にしないんだよ。このことを
にしたら経済が滞るから、経済が滞るって、俺たち毒物を食べなきゃならない、そういう状況に置かれてる。子供たちに放射性廃棄物を食べても安全だっていう国なんて、この国の未来諦めてると思いません？そんな毒物子供たちに食べさせられますか？国会議員もっと戦えよ。東口で演説されていた共産党さん、もっと大問題にしてください。そうだ、都議会選挙で大きく得票を伸ばし議席を増やしたんだから、その勢いで共産党さん、そのこともっと大きな問題にしてよ。どうしてしないんですか？国会が揺れるぐらい、メディアが隠せないぐらい、僕たちが毒物を食べさせられてるっていうこの基準に対して、どうして大きな騒ぎにしないんですかね。それぞれにみんな守るべきものがあるんです。政党であったり、その政治生命であったり、でも命に関わることは絶対に気遣いで発言してほしくないですよね。どこの空気を読んでるんだって、何のしがらみで言えないんだって。でも政治ってそういう世界のようです。今共産党のことだけ言いましたけども、他の政党全部ですよ。自民も維新もみんなも民主もね、未来も国民の生活もみんなですよ。もっとみんな国民の命を守るっていう観点に立ってやってほしいのに、でもなかなか難しい。問題が多いし、そこにクローズアップするっていうのは難しい。でも嘆いててもしょうがない。行動力のあるバカが今一歩前に進み出る時が来たんです。力貸してください。政治家が言えないんだったら僕が言います。そして今いる政治家たちに、本当にこの国に住む人々に健康と安全が担保できるように仕事をするべきだということをお尻を叩かせてくださいよ。あなたたち何油かいてるんだって、言うべきことと言わないことも何を分けてるんだって、 NHK の国会生中継で全部国民に知られるように全部ばらまかしてくださいよ。国会で行われてる茶番を行動力のあるバカ山本太郎に皆さんにお知らせさせてください。力を貸してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。今少しでもこいつに力貸してやろうかなと思われた方に、この茶色い封筒を山本太郎が直接お渡ししたいと思います。一体この封筒は何だ、中身ははがき、どういうことなのか、皆さんのお友達紹介してもらえないですか。東京都内、あなたの1票が2票3票に広がるように、あとあとこの住所を使って水晶玉を売りつけたりとか、地図を売りつけたり、仏壇を売りつけるようなことはいたしません。当然です。1票を3票に4票に広げていって、大きな政党政治をひっくり返すためには皆さんの力が必要なんです。 100% ボランティアでこの選挙進めています。全員がボランティアで来てくれてるんです。人数集まってるんですけど、まだまだ足りないんです。皆さん力貸してもらえないですか。1票入れるよということも我々にとってのボランティアになるかもしれない。そしてこのハガキを使って横に広げていくということも大きなボランティアになる。そして何曜日のこの時間帯は行けそうだった方もボランティアに参加していく。この輪を広げていくことによって、あぐらをかいている大政党をその座布団をひっくり返しましょうよ。皆さんの声を国会に届けさせてください。そしてそれを実現できる、そのような皆さんの大きな声を集めてください。よろしくお願いします。放射性物質が大量に漏れ出したものではありません。20キロ圏内の方々に直ちに健康被害を与えることにはなりません。政府は延伸場に避難させようとしますが、放射能は風によって運ばれてきます。危険はありません。念のための検査。政府から明確な説明がないんです。州が半減するのは
30年だぞ。私いつまで生きられるんだろう。大丈夫、日本はまだ間に合う。今やったら間に合うねん。前は死なへん。俺が死なすか、そんなもん。私の家だもん。逃げなきゃ死ぬの。